はい、ナオトラです。今日紹介するのはですね、ふなっしー好きの私が、全然知らなかったっていう商品のご案内でございます。Amazon から届きました。グリコの、プリッツですね。ふなっしーとのコラボの商品でございます。の商品でございます。なし汁プリッツ、なし汁ブチャージ、ブシャー、なし汁ブシャー。まあ開けてみましょうか。こっちからオープン。こんな感じで入ってます。10袋入れです。じゃーん、プリッツだし、あ、いろんな顔があるんだ。味はみんな一緒なんですけど、なし汁ブチ味なんですけど、パッケージがね、全4種類あるらしいです。これのふなっしーと、このカニの毛がついたふなっしー。で、これは何だろうね。駅長さんか、なんかの、コスプレのふなっしー。あとは、あれ？これコンプリートできないの？白いのはね、ないです。3種類しか、いやー、残念。3種類しかないですわ。ふなっしーのね、もう一つはなんか舞妓さんみたいなふなっしーがあるんですよ。ここに映ってるやつ、白いやつ、白いやつね、これ。いやー、残念だわ。3種類しかないです。いや、残念。これもね、1個しかないんですよ。これが2つ入ってるんかな。あとは全部これ。残念。早速食べてみたいと思いますね。ここに梨は入っていませんです。梨は見えにくいな。梨は入っていません。後ろにね、なし汁ブッシャーとは、ふなっしーの体は嬉しいことがあったり気持ちが高ぶったりするとなし汁がブッシャーとあふれてくる。なし、そのブッシャーとあふれた思いでプリッツを作ったなし。そうだしか、開けてみたいと思います。頭が濡れた。なし切れた。なんか匂いはカスタード味のクリームを塗って焼き上げ、仕上げに梨の風味を効かせました。さっぱりとした味わいとまろやかな甘さのカスタードの絶妙なハーモニーを楽しめます。中身となってこれだけ。早速食べます。梨汁の味する、梨の味する。カスタード味って書いてあるけど、梨、美味しいです。そうらしいか。美味しいよ。
美味しゅうございます。お待たせよ、お待たせよ。これいいね、これふなっしーのグリコフリッツ、ふなっしーのフリッツなし汁ブッシャー味のご紹介でございました。